公園いっぱいに咲き誇るたくさんの梅。愛知県豊橋市の向山緑地にある梅林ではおよそ400本の梅が植えられていて、今見ごろを迎えています。梅もめっちゃ綺麗でいい匂いもするし、外でねピクニックしたい時期になってきたね。今日の東海地方、最高気温は名古屋で 14.9 度、岐阜で 14.8 度とともに3月中旬並みの暖かさに。街を歩く人の服装も、上前津から歩いてきたら暑い暑いって。そうマフラー巻いてきたんですけど暑くて取っちゃいました気持ちいいのかな、よく寝てます。日中は春のような陽気となった東海地方。そんな中、名古屋市内にある耳鼻科を訪れると。おはようございます。はい、調子はどうですか。まあ、ちょっとここ1週間目にも何か来て、もしかしたら花粉症だったのかなと。始まってきましたね、うん、でも早く飲んじゃいましょう。始まる前から飲んだ方が同じお薬でも効果が高くなりますからね。まだ2月半ばですが、早くも花粉症の症状を訴える人がいました。痛みとかある？違和感。もしかしたらこの時期だとやっぱり花粉症がね、奥ちゃん可能性はあると思う。もう今の時点でも粘膜が腫れてるので、これからってなるともっと目が痒くなったりとか出ちゃうかなっていう不安はあるので。このクリニックでは午前中に診察をしたおよそ60人の患者のうち3分の1ほどに花粉症の症状が見られたといいますが、院長によると例年より 1、2週間程度受診する患者が前倒して訪れているそうです。今多いのは、まあ、鼻水、鼻づまりが多いですね。だんだん耐えられなくなってきても、皮膚全体が痒いよとか、あとは喉がイガイガするよとか、まず一つ花粉を持ち込まないっていうのは非常に大事なんですね。あとはお薬をもう早めに飲んでいただいたりとか、そういうのは対応は大事ですね。早くも3月並みの暖かさとなった今日の東海地方。この暖かさは続くのでしょうか。平年と比べると7度ぐらい高い日もある予想で、本当に4月上旬並みですから、桜が満開になるようなそんな気温になりそうなんですね。で、来週になると東海地方、名古屋でももしかしたら20度に迫るような暖かさになる可能性もありそうです。そしてこの先、花粉の飛散はどうなっていくのでしょうか。気温が急激に上がると花粉が飛ぶ量も一気に増えるというふうに言われていまして、この先ウェザーニュースの予想では今日はまだ少なかったんですけれども、明日から三重県の南部尾鷲ではやや多い予想となっています。そして週末には名古屋や岐阜でもやや多い予想となっていて、いよいよ東海地方でも本格飛散となりそうですね。